今会いに行きまーす。はい、みなさんこんにちは。ゆかチャンネルのゆかとすみちゃんです。今日は何をしますか？今日は青い空を見に行きます。青い空です。実は昨日から私たちが運営しているペンションバコホームに日本人のお客さんが来てくれて、でしかもYouTube 見てくださってる方で、なので今日は一緒にデートしに行こうと思います。名前がゆかちゃんっていう人で、ゆかちゃんとめぐりちゃん。めぐりちゃんってなんか AV だったっけ？どういうなんか見たことある名前だね。なんか今日一応一緒に桜と菜の花の観光地を一緒に見て、カフェに一緒に行こうかなと思います。なのでその Vlog 今から見ていきましょう。せーの、今会いに行きます。レッツゴー。あまりにも風が強くて断念しました。ここで写真を撮るのは無理です。なので今ゆかちゃんとめぐりちゃんと会ったんだけど、アムドっていうとこのカフェに移動しようと思います。それではそちらのカフェで会いましょう。バイバイ。風強いから気をつけてね。2人は一応紹介、自己紹介ね。はい、皆さんこんにちは。今日は日本からめぐりちゃんとゆかちゃんが、めぐりやってない、めぐりってなんか AV のちょっと調べてみるね。やっぱりめぐりってほんまや、かわいい。ゆかちゃん好きそう。ちょっと好き。どうも、こういう男ちょっと引く正直言っていいよ、引く。いや引きずってるやん。普通にめぐりちゃんとゆかちゃんが来てくれました。 YouTube 見てくれてる2人なんですけど、そうで2人は京都から来ました。こんにちは。こんにちは。なので今日はすんちゃんがちょっとこう日本人女性とか日本に関する質問を2人にしていきたいと思います。で2人はあんま韓国語わかんないやんな。韓国語？韓国語じゃないわ、韓国語。韓国語？うん。何回来てる？ソウルは10…え、出てきた。ちょっと待って。私15回ぐらい多分。お前そうか、15回来て、シャイニーが好きで。なんで好きですか？なんで？ちょっと語ったら多分もう終わっちゃう。ビデオが終わっちゃうぐらい大好きだから。なんで好きですか？何を？めぐりちゃん？好きやろ。好きになるしかないやろ、めぐりちゃんは。韓国人と会ったことあります？男と。でもなんかバスとかで。違う、そういう当たるんだ。そういうのじゃなくて付き合うってこと？なんか付き合ったりとか。ないです。付き合ったりはない。なんかこう、結構誘ってくれるじゃないですか、韓国の男の人とか。一人で来る時もあるんですけど、ソウルに全然ご飯行こうとか言ってくれるんですけど、なんか一人の時にそう言っても大丈夫なのかっていう感じがわからないし、あ、でも一回結構出るやん、一人グイグイ。これ結構出ると思うよ。はい、現地での旅行を一緒にすることを待ち合わせてたんですけど、ちょっと一人で乗ってて飛行機に、はい、隣になったおじちゃんに声かけられて、おじちゃんたまたまその京都に、はい、なんかこう仕事で来られてた話がすごくあったんですよ。あったんだ。そこで結構おじちゃんとするなんかこうショールがついてから暇な時間あったらお茶しましょうって言って、それは行きました。
安心感みたいな、なんか言ったらすんちゃんみたいな。どういうことやね京都の方ですどうそういう男と話してみて、ここにはどういう感じ。でもこう勝手なイメージですけど、興味のある人とかすごい好きな人にはすごい優しい、なんか日本の男子より優しいなって思います。興味ない人にはあんま親切じゃないというかっていうイメージ。全体的に私は、私はっていうイメージです。あー、OK、じゃあなんか意見ありますねみんな優しいと思います。なんか一生懸命知ってる日本語を喋ってくれる。なんか多分日本人やったら結構恥ずかしがってできひんけど、韓国の人はもうナチュラルにしてくれはる感じ。そういう文化なんですか。なんか適当なのね結構だからまあまあ、ゆかは可愛いと思うじゃん。俺見たらどういう感じ。どういう感じ。だから俺見た、でももう昨日見て、うん、もういい人オーラがすごい、うん、安心感みたいな安心感なんか安心感って嬉しくないね、そんなにね。じゃあ